おはようございます、本日は山梨県山中湖村に、来ております、展望台で有名な、パノラマ台に来ております。本日はですね、この展望台から、明神山を登って、三国山まで行こうかと思ってます。で、時間が、あればですね、その三国峠からですね、ずっと先の、東側に、西側ですか、の方まで、歩いていこうと思います。今朝、6時手前ですけども、本日も、快晴の天気で、登山日和となっております。このような感じになります。はい、富士山でございます。赤富士でございます。はい、では、登っていきたいと思います。はい、あちらに見える山が、明神山でしょうか、あともう少しだと思います、先ほど、快晴の天気と言いましたけども、あまり天気が良くありません、どんどんと、雲が出てきて、富士山もすっかり、雲に覆われて今見えません。明神山の山頂でございます。ここからですね、少し5分10分ほどちょっと休憩して、三国峠、三国山方面へ向かいたいと思います。本日はですね、新しく、買い替えました iPhone、40 Pro でもですね撮影しています。カメラ2台で撮影しております。お試しの撮影ですね、こちらでも撮影していきます。だいたいですね、歩き動画で撮影していこうかと思います。はい、よろしくお願いいたします。こんな感じですね。はい、こういった歩き動画は、ただいま、iPhone 40 Pro で、撮影しております。いかがでしょうか。はい、三国峠までですね、こうやって下りで、下りに、なるようです。足元注意で、歩いていきたいと思います。三国山まで、あと少しございますけども、霧が出ています。幻想的です。こちらの、ブナの原生林を抜けるのも本当に、気持ちよくて、癒されます。
はい、三国山に、登頂しました。1328メートル、展望はありません。ここで15分20分ほどちょっと、行動食食べたいと思います。お腹空きました。はい、休憩していきたいと思います。こちらの登山道からですね、大洞山方面へ向けて、歩いています。相変わらず、霧が発生しております。本日は展望は、あまり望めません。奈良木山に、着きました。1353メートルでございます。もちろん初めての登頂でございます。引き続きこのままですね、大洞山方面に向かいたいと思います。すごい、木を見つけました。何かくねくねした、木がございます。大変面白いですね。大洞山まで、あと10分から15分でしょうか。ずっと、樹林帯の中を歩いております。ですが、非常に気持ちのいい、樹林帯で、森林浴を、楽しんでおります。無事にですね、大洞山、登頂しました。ここからですね、あざみ平、旗尾山に、行ってですね、最終的には加古坂峠、そちらの方に下山していきたいと思います。ちょっと道を外れますけども、こちらの方面に、景色が良さそうな、場所がございますので、ちょっと行ってみます。はい、眺望がいい場所に、着きました。非常に、最高のロケーションでございます。絶景でございます。いや、一時は、眺望なしで終わるかと思いましたけども、こうやって富士山が綺麗に見えるというのは、本当に最高ですね。うわー、綺麗。うわー、絶景だ。すごい。久しぶりに、視界が開けた場所に、着きました。うわー、すごいなー。 あちらどの町でしょうか。町並みが見えます。あー、綺麗だー。風も少し、強いですけども、気持ちのいい、風でございます。あー、まさに絶景ですね。分岐点の、あざみ平でしょうか。あざみ平に、着きました。ここからでも、富士山が少し見えます。
旗尾山、登頂しました。1365メートルでございます。ここからですね、立山方面に向かいたいと思います。はい、次に向かう場所はですね、立山と、須走、立山展望台になります。まずは立山に、向かいたいと思います。展望台が終わったらですね、加護坂峠に向けて、下山したいと思います。はい、無事に、立山に、登頂しました。まあ、正直言うと通過点みたいな感じの山ですが、これからですね、最終目的地の、須走、立山展望台へ、歩いていきたいと思います。300メートルということですので、まあ、気を抜かずに、最後まで、足元注意で歩いていきたいと思います。本日は、これにて終了となります。パノラマ台から始まってですね、三国山ハイキングコースを、縦走してきて、とても楽しい、登山でした。はい、で最後にはこういった、富士山が綺麗に見れて大変満足しております。またですね、春ぐらいにはまた登っていきたいなという感じのハイキングコースでした。では加護坂峠まで、下山していきたいと思います。